はいどうもこんにちは、もともと TV の元デイです。ということで、今までこのチャンネルではですね、数々のね、まあ、ここにもあるんですけども、シャーペンを紹介してきたんですけども、元デイ一体どれくらいシャーペンにお金使ってるのということで、今回はですね、今僕が持っているシャーペンの総額いくらかをね、この動画で調べていきたいなと思います。この企画はね、結構リクエストとかも多くて、自分自身もね、ちょっと一回改めて見直すというか、気になってる部分ではあるんでね、まあ、ざっくりではあるんですけども、今回この動画でね、検証していきたいなと思います。でね、どんな感じで調べていくかっていうと、一本一本ね、そんな372円、これ1222円みたいな、かっちりしていくんじゃなくて、もうざっくりなんで、今回どれぐらい総額使ってるのかなっていうのが気になるっていうのが趣旨なんで、もう僕があらかじめ100円コース、300円コース、3000円コースみたいな感じで、ざっくりではあるんですけども、振り分けたんでね、まあコース別に100円、500円、1000円みたいな感じで紹介していければなと思います。で、今回はね、シャーペンの総額ということで、ボールペンとか多機能ボールペンはまた別になります。今回はシャーペンだけの総額を調べていきます。今回はね、まあ、ざっくり総額を調べていくんですけども、だから600円の定価のものでも500円コースでね、紹介したりするんですけど、またね、時間のある時にガチでちゃんと一本一本定価を調べてやってみるっていうのもね、やりたいなと思います。だからそこでね、どれだけ差額が出るのか、比較とかもしていければなと思ってます。でね、まあ、総額を調べるということで、昔にね、今持ってるシャーペン全部紹介しますっていうのをやったんですけども、今回もね、僕が今所持しているシャーペン全て登場するのでね、まあ総額どれぐらいかって見ながら、元でこんなシャーペンも持ってたんやみたいなね、2つの楽しみ方で最後まで見ていただけたらなと思います。それでは早速100円コースから調べていきましょう。パイロットレックスグリップゼブラの M301 パイロットのシャーペンということでね、100円コースはたった3本でございました。レックスグリップはね、昔結構もう10色ぐらい持ってたんですけども、今赤の1本しか持ってないですね。続いて300円コースいきましょう。ゼブラのカラーフライト 0.5 パイロットの S3 0.5 ペンテルのタフ 0.5 パイロットのエアブラン 0.3 テトラ925の 0.5 と 0.7 ということで、300円コースはこちらの6本になります。続いて500円コース参りましょう。パイロットモーグルエア 0.5 パイロットモーグルエアの限定色ペンテルのグラフギア 500.0.5 ペンテルオレンズ 0.3 ペンテルのオレンズ 0.5 パイロットのフレフレロッキー 0.5 パイロットのフレフレロッキー限定色ゼブラのデルガード 0.3 ゼブラのデルガード 0.5 ゼブラのデルガード限定色ユニのクルトが 0.5 ユニから出てます金のクルトが 0.5 セブンイレブンに売ってるシャーペン無印良品の最後の1ミリまでかけるシャーペンオートから出てますノノックステッドラ925150.5 0.5 ステッドラトリプラスマイクロ 0.5 トンボから出てますモノグラフ0ユニのアルファゲル固めパイロットの H580.5 ユニから出てますクルトガアドバンスレッドブルースケルトンシャンパンゴールド。はい、ということで長かったんですけども、500円コースはこちらの24本になります。まあところどころね、ちょっと600円のものとかもあるんですけども、ちょっとひっくるめて500円コースにしてます。次からがちょっと高めになってきます。続いて1000円コース参りましょう。グラフセン4プロ 0.5 グラフセン4プロ 0.7 海外仕様のグラフセンリミテッド 0.5 東急ハンズ限定グラフセンリミテッド 0.5 ペンテルのケリーブルーペンテルのケリーオレンジユニのシフト 0.5 ペンテルのグラフギア線 0.5 ペンテルのグラフギア線 0.7 ペンテルの PG5 パーカーのジョッタースペシャルゼブラのラバーグリップ付きデルガードパイロットの金のドクターグリップペンテルのオレンズメタルグリップ 0.5 ステトラ925350.3 ステトラ92525の 0.3 ステトラ92520.5スマッシュ 0.3 スマッシュ 0.5 スマッシュロフト限定色イエロー、レッド、ブルー、グリーン、ピンク、ホワイト東急ハンズ限定スマッシュ 0.5 3本スマッシュメタリックゴールド 0.5 スマッシュ 0.3 の限定色3本コンボのズーム 505SH パイロットレグの 0.5。はい、ということで長かった1000円コースなんですけども、全部で36本ということでね、
36,000円でございます。これだけで、まあ、グラフシリーズとかねスマッシュシリーズが比較的多かったかなと思います。続いて1500円コースいきましょう。ペンテルグラフギア1000の限定色 0.5 東急ハンズ限定ステッドラマイスターリミテッドエディションブラックレッドシャンパンゴールドブルーメタリックシルバーメタリックゴールド韓国限定モデルステッドラ92535のホワイトゼブラのデルガードタイプ LX 限定色ブラックゴールドブルーゴールドレッドゴールドロフト限定ステッドラ92535マーベル仕様のデルガードタイプ LX マーベルロゴ3本キャプテンアメリカスパイダーマンアイアンマンアイアンマンマーク42プロユース 0.5 はい1500円コースはねちょうど20本ということで、まあデルガードとかステッドラーが多かったかなと思います。どんどんね残り少なくなってきてるんですけども、続いて2000円コース参りましょう。パイロット S20 ダークブラウンパイロット S20 ブラウンパイロットのレグのディープレッドラミーサファリ 0.5 ブラックイエローミッキーミニ仕様のステッドラーリミテッドエディションということで、2000円コースはこの7本になります。続いて3000円コース5000円コース最後に1本で終わりたいなと思います。ロッドリング600 0.5 ロッドリングラピッドプロ 0.5 ラミースクリブル 0.7 ということで、3000円コースはこの高級な3本になります。ラピッドプロはねこの前紹介したんで、ぜひよかったら動画見てみてください。続いてラストパート5000円コースいきましょう。ピュアモルト5000ロッドリング800 0.5 カベコペンシルスペシャル 0.5 ということで、5000円コースはこの3本ということで、まあ、この辺に来るとねやっぱオーラがありますよね1本1本。特にねこのカベコペンシルスペシャルは紙シャーペンということで紹介してるので、ぜひ動画見てみてください。ということで残り1本1万円コースを紹介します。こちらラミー2000シャープペンになります。まあこちらね、まあ、もっとアマゾンとかやったら安く買えるんですけども、一応定価は1万円ということで、ラスト1万円コースを飾るのはラミー2000ということで、ということで今僕が持っているシャーペン全部ね、まあ、ザザッとではあったんですけども、計算してみた結果、なんと元デイがシャーペンに使ってる合計金額はこちら128,100円ということで、まあ僕の予想ではもうちょっと15万円ぐらいいってるかなとか思ってたんですけども、まあねまだ多機能ペンとか他のボールペンとかもあるんでね、まあ、それも合わせたら15万ぐらいいってたんじゃないかなとか思ってます。ということで元デイが持ってるシャーペンの合計金額を調べるとともに、今元デイが所持しているシャーペン全部の紹介でございました。まあザザッとではあったんですけども、次回はねボールペンだけで合計金額出したり、シャーペンのね値段を一本一本調べてしっかりした金額を出すっていうのもね、まあ時間があった時にできればいいなと考えてます。ということでめっちゃね長い動画になってると思うんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひねみんなも今どれぐらいシャーペンに自分がお金使ってるのかっていうのも改めてね調べてみるっていうのもいいかなと思います。それではまた次回のもともと TV でお会いしましょう。